やっと本番だよね。長かったねこれ。本番ですね。ドキドキしますね。楽しみですね。ただだいぶ緊張はしてます。昨日自転車借りられてそれは良かったんですけど、あまりそれに乗って練習はできてないので、ちゃんと走り切れるか、そのあたりは不安に感じる部分はあります。緊張半分楽しさ半分は変わらずなんですけど、なんか準備すればするほど足りなかったところができてここに来てね、ここに来てね、分かる、大丈夫かな、大丈夫かなってなったんですけど、初めてのまあこういうところ、しかも海外で、まあ、そうですね。走ると思ったらやっぱ緊張しますよね。なんか あ、もしもし、はい、わかりました。レーンに沿って来てくれもらえれば、ゴール出口手前で、岡田さん待機してくれてるんで、調子は大丈夫そうです。まだ余裕あります。スタートして割とすぐに泥の区間が始まって、そこがしんどかったですね。いや、想像以上に険しいですね。ちょっと舐めてました。休みどころがあまりないんで、うまくごまかし走らないとすぐバテちゃいます。でも結構みんな話しかけてくれるよね。なんか励ましてくれてるようなことは言ってるよね。あったかいですねみんなね。座ってください。
私も足に余裕があるわけでもないんで、あやったら捨ててもらって行けるとこまで一緒に行こうぜ。一雨来そうな感じですね。じゃあ先行ってます。待って、メカトラでパンクを着たときはもうどうしようかと思ったね。真っ暗の中で。そうやな、ちょうど暗なで出したときやもんな。下ってて、うん、岩がゴツゴツしてんの、結構大きめの岩がバーってあって、ですぐにこういう段差があって、でもう一回降りて岩があるんですよ。結構みんなパンクしてましたね、そこで。チューブに帰って、チューブに来ました。外人さんに助けてもらったね。あ、本当。リアリレーラーのハンガー折れちゃったときに、そうね、もう2人とも英語全然できないけど2ミリのアーレンキー貸してくれっつって言って泣きついたよね。アーレンキーが2ミリがちょうどなくて、しかもこっちインチやしな。あーみたいな感じ。何のサイズそれみたいな。アラ元気が寝るだけまだ足やけど、あったかい味噌汁が飲んでそっちの想定はなかったわ。嫁に生存報告をしました。あとはちょっともうメカトラないことだけ祈って、うん、せやね。サポートありがとうございました。とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。最後あともうちょっとや、はい、あと、とにかく暗いから気をつけて、何より、はい、うん、よいしょ。よし、行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、hours have faded, this world keeps coming round.
減った。まあ思ってた以上にやっぱり大変ですよね。360キロ。よく完走していただいたなと思うんですけど。今回同じ仲間が走るっていうことで、ところどころ車ですけども、一緒に見に行ってですね、約20時間今日、一緒にいたわけなんですけども、イベントの本質といいますか、よりよく分かった気がします。お疲れ様でした。一番は完走できなかったのがすごく悔しいなっていうのがあるんですけど、2人が完走してくれたので、そのアンバウンドの名前の通り、もう本当にまっすぐな、日本で本当に見たことがなかったので、あれを体験できたのがいい経験だったと思います。沿道には人がいて、頑張れと応援してくれてる感じで、すごいいい雰囲気で、和気あいあいとして楽しかったです。もうとにかく必死でしたね。多分ほとんどの人は経験しないことをやってるんじゃないかなと思いました、ね、自分で作って、自分で評価して、今こうやってイベントに出て、今またブラッシュアップして、いいものを作らないといけないですね。もうちょい楽にいけるんじゃないかって思ったけど、そんなことなかったです。200マイル走る人の数がもう多いことにびっくりしましたし、グラベルに対して熱意ある人たちをたくさん見ることができて、存分に味わうことができたかなと思います。サンダルの人も女性だし、シングルギアも女性だし、この装備じゃないといけないっていうのはないんだなと、まあ普段から自分が楽しんでる、そう、そのスタイルを貫いてるのかなって思いましたね。